長田の日報信吾は、下宇佐国海上軍出身の奈良時代の官人。詳細院文書に、長田の日報無事か、信吾会を残した。平城警察庁七条に住む書老の下級管理の、自前書が一通詳細院文書に残っている。彼の生命は、海上国造、長田の日報無事か、信吾、海上国造は、国造制の下で国の宮津子だったことに由来する。 国造制で、長田の日報部は、美月天皇の長田の宮に、草薙部という太陽崇拝に従事する部民として、奉仕したことに由来し、自家はカバネであり、信号が名である。中宮の舎襟で、十八位下の位械を持っていた。下佐国海上国造の後裔を称し、故郷の下佐国海上軍では、軍事の地位を代々継承し、 伝統的に大きな勢力を誇っていた家に生まれた、信号であるが、中央に登れば下級管理にしかなれなかったのである。十八位下という位階は、三十階の下から五番目という、低いくらいである。無位から、初め六年ごとの勤務表情で対価がなければ、中の評価を得てくらいが一つ上がり、これを積み上げて三十年で五回少女という計算になる。かもなく、 不可もなく非常に地道な平均的下級官人の経歴だと言える。長年にわたってくらい、文史人や中宮のドネリを務め上げた慎吾は、故郷に戻るにあたって大量への任用を上進した。果たして慎吾は、守備よく大量になれたであろうか、代々軍事を務めた家柄を譜代といい国造性を持つ慎吾は、とても有利な立場にあった。しかし慎吾が、この自然書を書いた。 天平二十年の翌年に、軍領の任用方式の大きな改定があり、不代重大の家を選び、着刑奏章とし、傍系親族は用いない、というのである。慎吾には大量を務めた任意国足がおり、着刑ではなく傍系である。それから七年後の天平商法七年に、同じ姓のおさだの日報徳大理が読んだ先森も歌が、万葉集にある。徳大理は、 シンの弟か子か、あるいは二国足の子であろうか。徳大理は、国足と語尾が共通することから、国足、シンの兄弟か国足の子の可能性が高いとも、考えられる。シンの自然書、長田の日報無事か、シン会は、奈良東大寺の正僧院に残された一大、古文書群の中の文書の一つである。万葉仮名を交えた、千明体で書かれ、 奈良時代史を語る上では著名な資料であり、古文書学としても貴重なものである。なお、カとは、下の役所から上の役所に定する公文書の書式であり、転じて個人が役所に出す、上申文書にもこの名が用いられた。謹んで返し申しこう、会上軍の大量誌に仕えたてまつらむこと。中宮の舎人砂教七条の人十八位、下会上国造。 おさだの日報無事か信吾が、下佐国海上軍の大漁師に使えたまつらむ、申すゆえは、信吾が、祖父小和津人、南波のに庭少な漁師に使えたまつりき。父遂行しぐるまろ、アスカのに庭少な漁師に使えたまつりき。また外、小八条王宮手藤原の朝庭に,に、大漁師に使えたまつりき。2位外、16位下君12等国足。 奈良の朝庭大漁師に使えた手祭り機。慎吾が使えた手祭り場は、小兵部教授3位、藤原教位分子人、養老2年より始めて、人紀5年に至る11年、中宮のねり、天平元年より始めて、今に至る20年、合わせて31歳なり。税をもって、祖父不警らが使えた手祭りける次にいますゆえに、 海上軍の大量死に使えた手松らむと申す。慎吾後は、養老2年から人気5年の11年間、小兵部教授3位、藤原教、すなわち藤原麻呂の暗い分子人として、勤務、さらに天平元年からの20年間は、中宮の、利人、つまり当時の中宮のの藤原宮子の利人として、合計31年間務め上げた。これをもって、祖父をし、父宮麻呂。 二国足に次いで、軍事への任用を求めたものである。年次は、文中に、天平元年より始めて、今に至る、二十年とあることから、天平二十年と考えられている。慎吾については、従来はこの文書でしか知られない人物であり、彼の経歴はそれ以上の手がかりはなかった。だが、平成元年に、平城系跡で出土した、木管軍の中に、慎吾の姿が浮かび上がった。 木管は、天平8年8月2日付で、中宮の職から、兵部省教卓万所、つまり、兵部省の長官だった、藤原マロの家政機関に当てたもので、末尾に、長田の陣との記載があり、この時点で、慎吾が、中宮の舎入りだったことはほぼ間違いない。しかし木管によると、これら、中宮の舎入りは、中宮の職にはおらず、マロの下で勤務していたように読み取れる。 中宮野の,の藤原宮子は、首巫子を出産後、体調不良で活動していなかったので、従って、慎吾らも特に用務がなく、マロの邸宅で勤務する日々であったと推測され、その後東大寺が建立されるに際して、蔵東大寺市に出向したものと考えられる。なお、慎吾は、不代軍領家の指定なので本来なら、兵衛として出資すべきはずである。ところが、 平城家跡から出土した同時代の木管に、戦海上うねめや、海上法と記されたものがあり、海上軍は、下嘘の他数さにもあるので断定はできないが、このうねめが、下嘘国海上軍出身で、新後より前に出資していたとすれば表へは出せないので、暗い分子人として出資した理由もわかる。新後海は、筆跡から、安という足の手になるものとみなされており、 蔵等大寺市に出向して、同じく下級官人であったおすわしと親しくなり、納筆家であったおすわしに依頼しこの会を作成したものと見られている。紙が貴重だった時代には、用途を終え保護しになるとその利面を別の用途に当てることが多く、この文書の利面は、天平法寺6年正月14日、蔵石山寺書食物養長の一部として活用され、支配文書として残ったと説明できる。 ありがとうございます。